はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、今日はガチャ情報を見ていこうかなと思うんですが、明日からねテニプリ大特集祭が始まるんですけども、まあそれに伴ってというか、まあ裏で、復刻するキャラたち、まあ何人かいるんですけども、そのね面々が豪華にも程があるんですよね。なんか各部活のキャプテンが一堂に会してるかのような豪華さ、あの先輩いるやんっていうね、そういう状況なんですけども、でまず新キャラのテニプリの限定キャラクター藤修介さん、ほんでもってナイトメアルフィ、そんで、復刻する、限定ケンパチ、あとサイレン特集もなんか復刻で来るらしいんで、そこで、来るアゲハですね。でまあ今現在いる、限定キャラクターツナリボ、ほんで無双ジョットっていうね、エグすぎるラインナップ。ほんで今回はそんなね最新ガチャ豪華な面々見ながら、まあ、どのガチャ引くべきか的なことをやっていこうかなと思いますね。まあ、全員豪華にも程があるんですが、まずは、藤修介さん、この方クソバチ火力キャラクターですね、590%& 特性で必殺ダメ 30% アップ、もう類を見ないほどのクソ火力が出るんじゃないかなと思う。そんで固定2万ダメなんで、もうね耐久なんか知ったこっちゃない、とにかく攻め攻めの、超絶攻撃型な、タイプじゃないかなと思います。んーでナイトメアルフィは、友情技コピー、これ各属性に1人しかいませんということは、つまり代用が効きません。このナイトメアルフィしか持っていないっていうね、クソコピーキャラクターです。ほんでもって、決闘強化習慣で復刻するケンパッツァン、このパッツァンは、必殺ガード貫通でバチダメ出しながら友情でバフ回、まあモサが使っている、定番のキャラクターですね。んーでアゲハに関してはアホみたいな回復、17万回復、頭おかしいです。ほんでもって今現在いる、ツナリボ、決闘2枠目に2タップっていうね、まあ、前々から予想されていた性能がついに来たんですが、大いに今現在の決闘を荒らしてますね。まあこのツナリボ登場しても決闘がね、もうめちゃめちゃツナリボ使ってる人いますよね。超荒らしてますわ。なんかね、しつけなってない犬に綿の枕渡した時のごとく、もう部屋がそれで充満してるかのごとくですよね。ほんでもって無双ジョット、はい無双さんです。はい、まあこんな感じなんですけども、まあこの面々から誰を引くべきか、まあぜひともやっていこうかなと思うんですが、全部総じてこいつがおすすめっていうキャラクターは、いません。はい、っていうのも個々に、活躍する場所が違うんですよ。部門が違うんで、それひっくるめて争うことはできないんですよね。まあ、なので、個々のどこが強いかっていう、どこで使えるかっていうね、まあ、説明していこうかなと思うんですが、まずは限定藤修介さん、この方は、決闘の3枠目4枠目ですね、まあ、大体4枠目で使うことが多いかな。必殺で 590% 出るんで、もうめちゃめちゃな高火力キャラクターだから、決闘の4枠目火力なんか出せるキャラクター欲しいな、最近ちょっと火力不足で悩んでるなっていう人はこの方引くのおすすめなんですけども、必殺が烈焼にキラーなんですよ。この烈焼という状態以上を十分に付与できるキャラクターがいなければ、この方、取る意味ありません。はい、まあ優秀なんは、スザク、友情技でスザク使う、もしくは、3枠目のメインキャラに、クリスマスの真冬先生置く、限定真冬先生置く、この2択ですかね。一番十分に使えるのは、まあ、他にもあるんですが、まあ、この2択が最善かなと思う。なのでこの2人のどっちかを持って
ているんであれば引きに行くんがいいんじゃないかなと思う。特に朱雀を持ってる人はもう絶対に引きに行った方がいいですね。朱雀持ってなくて真冬先生持っているっていう人も引きに行くのはまあいいとは思うんですが、まあ朱雀持ってる人はぜひともっていう性能なんで、まあ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 めちゃめちゃ強いですね。最大火力叩き込めたらやばいです。はい、固定2万も持ってるんで計り知れん火力出るんじゃないかな。多分まあ想像でね、今こんだけ火力出るんちゃうんかなと思ってるんですけども、その火力のね数段上、多分皆さんの想像をはるかに超える火力出るんじゃないかなと、やっぱり使ってみて分かることもあるんで、まあその状況になるんじゃないかなって僕は思います。でもってナイトメアルフィ、このナイトメアルフィはあんまり引きに行くことおすすめできませんね。まあていうのも、まあ必殺も強いし友情技もコピー、まあ、唯一無二の存在っていうね優秀なんですが、コピーという性能は、メインキャラの友情技をコピーするっていう超特殊な性能なんで、キャラゲーですね。はい、キャラ持ってなかったらなんの意味もないんで、なので、まあ、ある程度キャラ揃ってる人でナイトメアルフィ持ってへんかったら引きに行くん、まあおすすめかなとは思うんですけども、僕一つ睨んでることがありまして、今年、今月から、こちら選べる記念チケットのかけらバージョン2とかいうね変なアイテムが、今月から配布されることになるんですよ。まあ、この、エラチ系の、まあ、詳細全く、公開されていないんですけども、私ノストラダムスで有名なんで、このチケット予想しますと、おそらく、ね、今ある、選べる記念チケットの上位互換、つまりは2021年キャラクターも選べるよという素晴らしいガチャチケになっていると思うんですよ。なのでナイトメアルフィいずれ、選べるようになります。そしてもう一人のパッツァンも選べるようにこれはなると思いますね。そんでやっぱり去年のキャラなんで、まあ強いっちゃ強いんですが、やっぱりこのジャンプチって去年登場したキャラが今年になって無料でゲットできるっていう機会結構あるんですよ。まあそのいい例が去年の限定ジョルノですね。ジョルノ2021年の7月ぐらいに登場して2021年の6月ぐらいに無料で配布されたんですよ。まあそんな状況がねあるんで、でこのジャンプチ結構ね限定確定チケットを無料で配布されてるんで、だからここでルビー使うんやったらぜひとも今年登場したキャラたちに使ってほしいなと僕は、思うんで、この2人欲しかった人は我慢した方が僕は最善の一手ちゃうかなと。なので僕今回ナイトメアルフィ引きに行く予定やったんですよ。友情コピーなんですけども、選べる星5チケットバージョン2なるものがあるんで、まあ中身は分かんないんですけども、まあ、絶対そうだと思うので、なのでそのチャンス信じて僕はここで我慢しようかなとルフィ班思いますね。はい、まあ、この2人はあんまりおすすめはできひんかな。でもって、サイレン特集の、アゲハ、このキャラに関しては友情アホ回復17万ですね。まあ、この17万回復という性能は友情でも必須になってますね。もうおらんかったら始まらんっていうぐらいの、まあ一昔の前のジョディもいいんですが、ジョディとここのアゲハには5万ぐらいの差があるんで、この5万ってかなりなんで、だからまあこのアゲハは引きに行くことおすすめですね。黄色属性のメインキャラ強いのジョットとか、あと限定ジョルノとかね、あと前のカズキコさんとか、まあ使ってる方、まあいらっしゃって友情で強いやつがおらんとっていう方は、このマニャキャがおすすめですね。めちゃめちゃ強い。僕は今回このアゲハ引きに行くか迷ってますね。まあ、今年登場したっていうこともあって無料で配布されるのはもうほど遠いんで、そんでやっぱり17万回復、そんで最近黄色属性のメインキャラクター豊富になってきたんで、ちょっとここらで一発狙ってみんなもいいかもしれんなという気持ちはものすごくありますね。はい、
でもってあとは、今いるつなりぼとジョットですね。まあもうね、24時間後にどっか行くんで、まああれなんですけども、まあこのつなりぼに関しては、上級者向けなので、まあ初心者の方はあんまりかなとは思うんですが、最近ね、決闘、結構頑張っているっていう方は全然引きに行ってもいいと思う。ランキング見てもらったら分かる通り、上の方たち、まあ耐久パーティー組んでる人多いんですが、やっぱりつなりぼ使ってる人めちゃめちゃいます。はい、もう冒頭でも言ったんですが、もう嵐に嵐まくってる。こんだけ決闘の環境荒らしたん久々やなというぐらいほんまに荒らしてるんで、引いて損は絶対にないですね。メインで使わなくても友情技が強すぎる。何この友情技、7万回復バチやけど変換っていうね、超絶優秀。どこ取っても捨てるところがないんで、取っておいて損は絶対にないと思いますね。はい、まあ決闘の2枠目もしくは、友情技の、バフ回優秀なキャラクター欲しい、まあ、このどっちかの方、まあ、ぜひとも引きに行くのいいんじゃないかなと思う。うん、あとジョッタン、まあ、このジョットに関しては、まあ、無双キャラなんで、まあ、この方は問答無用で引きに行っていいと思うね。うん、友情技が、決闘の使える友情技全キャラ属性関係なく全てのキャラの中で一番強いです。僕はそう言い切れます。はい、で今回アップデートされて、ここに回復がつきました。これちょっとあれなんでこっちで見るんですけども、ジョットさんどこに行きました？まあ、探す前にちょっと雑談しようかなと思うので、僕実は女の子、どこや、この上、これですね。はい、決闘で、決闘で回復4万つきました。このビビ回復、まあ上に登ってる方ならばどこまで重要かっていうのは分かると思います。この4万回復あるかないかで全然違いますね。んでこんだけバフしといて回復するっていうアホさ、これはもう孫うことなき環境最強ですね。サービス終了までって言っていいと思うねんけど、この先このジョットを超えるクソ優秀友情技登場するかなっていう。まあインフレ、ソシャゲにはインフレがつきものなんで、どこまでインフレ加速するかわかりませんけども、今の状況で言うと、もうね、数年先までこのジョットの、上位互換というか、ジョットより強い友情技はね、もう登場しーひんところ言っていいと思う。断言できるぐらい、強いですね。今回の情報修正でまたさらに強くなったんで、まあ、ぜひとも、引きに行っていいと思いますね、ジョットは。これは、ルビーはたいていい価値、全然あると思います。はい。まあ、っていうのが、最新キャラたちの僕の評価でした。はい、あ、しょ、あ